あのね、これね、令和にするようにあの総理と官房長官に連絡をされたんですね。私で考えたんですよ。臨時会議が聴取されて、私のやったあの考えた令和があの満場一致で決定となったと、まあ、こういうことでございます。令和天皇とね、呼ばれるんでね、私必死で考えました。あの高校の作文もですね、渋沢、尊敬する人って言われて渋沢栄一って書くのにやっぱり熟慮しましたよ私。今の千円札の野口英世もそうですけど、はい、私はね、あの熟慮してですね、あの千円札じゃない、野口英世を尊敬する人ね、まあ、人口が増えてますから野口英世のおかげで、ある程度ね、渋沢栄一、これは勇気堂々というね、あの源氏慶太の小説ですかね、でああいったものを読んでね、やっぱりあの、そしてあの熟慮した上で尊敬する人も書いてます。まあ令和もね、熟慮して陛下がのあの呼び名になるということでね、あのもっといいのないんじゃないかなと前の言語聞いてましたけど、そしてそれをいいですよって許諾みたいにね、あの賛成しましたけど、でもあのあるこの2月4日の朝ですね、午前2時にあの私があの令和っていうのを思いつきましてね、あこれだと思ってやっぱり令和にしろって書いたんですよ。でやはりあの読んだあの陛下もお気に入りになられたようなんでね、よかったですよ。あのまあこういうふうに物事っていうのはあの最後の最後までやっぱり考えて、あの考える力をね、やっぱり養わないと、いいものっていうのはあのこの世に生まれてこないと、こういうことだと思います。どうも。